行こう。はい、本日3軒目の道の駅来ました。ここは道の駅木更津歌熊の里。歌熊の里、歌熊って何でしょうね。歌う熊シンギングベア。シンギングベア、シンギングベア。違うんじゃないの。まあいいやね。っていうか、あのもう暑いんでニット帽をやめました今日はね。はい、ね、こう待望のおやつタイムを取ってくださってるという。そうですね、ね、はい、スタンプも押して、はい、ではスタンプを押しに行ってまいります。木更津うまくたの里、はい、ここに、あ、なんかさ、何種類もあんだけど、これがでかいんだよ。これがスタンダードかもね。いくよ。はい、ちょっとあれだったけど、ちょっと待って、待って、まだある全部押し合い。あ、タヌキ、もう一個。あ、なんか植物的な。まだね。すごいね、これ。もう押すとこがなくなってる。あ、これがこうか。こうして、今押せるか。よいしょ。あ、ちょっと食べちゃったけど。あ、シーバくんが。バイオしました。はい、おやつの時間でございます。やったこれ、はい、ソフトクリーム。ソフトクリーム、これがピーナッツミックス。ピーナッツとバニラのミックス。ミックス感わかんないね。わかんない。これもこれ私のがピーナッツなんだけど、うん、ピーナッツの色はしてないけどピーナッツ味だから、それもミックス感がわかる。ピーナッツ、嘘、ピーナッツ、ピーナッツ。じゃあ私はよりピーナッツなんだろうね。いただきます。はい、じゃあこれ食べよう。ピーナッツ、ピーナッツですから。ピーナッツ買ったんでしょ。言ってますでしょって。ピーナッツ買ったんですから。乾杯。ピーナッツ乾杯。うん、はい、じゃあこれ食べて一服して、今度こそ。これさ、うん、お得情報だったね。あ、そうそう、これのね、うん、クーポンで、うん、ソフトクリーム100円引きです。まあ1個ね、1冊につき1個、うん、だこれ1個400円じゃん、うん、だから400円の100円引きって大きいですよ。大きい大きいね。はい、ただそれだけなんですけど、はい、食べよう。ちょっとさ、これ間もなく左方向です。その先 200m で料金所です。さあ、かっくん。はい、
一日ありがとうございましたね。今日道の駅3軒回りましたね。一番最後が木更津うまくたの里ということで、はい、おやつタイムもしっかりと取っていただいて、はい、これいい空になってる。あ、最後に元気だんまの沈むところが撮れてるかしら。もう隠れてしまったとか、ちょうど正面がもう沈むとこ。やっとそのコアライン方面の、うん、空が綺麗、空が綺麗。
いしいぞ。出来上がり。ポンポンポポポンポンポンポポポン。熱いうちに召し上がれ。やけどすんなよ。